チュン、はい。おはよう、ポンちゃん。おはよう、ポンちゃん。ポンちゃん。暖かいね、こっちは。あっという間に熱々になって逃げてくるね。キーボードを蹴落とされました。きっとマウスも落とされる。マウスは今半分ぐらいまでテーブルの外に出ています。それそれ、自分で落としちゃった。はい、じゃあちょっと面白になってたんだけど、はい、終了。役のところに来ました。はい、仲良しくしています。よかったね、パンちゃん。あれ入ってるから撮ろうとしたら出た。ジャン君はカメラに気づきやすい立ちになったね。うん、素早いよね。ジャン君、ほら、ジャン君起きたな、早っ。お茶が入ってたね、ポンちゃん。いい子だね、ジャン。ポンちゃんも出てくる。はい。ケン君とポンちゃんと。はい、ポンちゃん。うんうん。いい子ね。はい。ケン君のそばに行きたいポンちゃんです。はいはい。いい子ね。よしよし。はい、おしっぽぴょん。ケン君、ポンちゃん。おしっぽぴょん。おしっぱ、おしっぱ、いい子だね。ぴょん。さあ、今日はあったかいけど、ちょっとね、風通しをずっとやってたら少しひんやりしてきたので窓を閉めました。今日はあれだって言ってたよ、夏日だって言ってたよ。うん、と思ってたんだけど、風がうまく通り過ぎた。じゃ風が少しある、ね、ここだけ開けとくとかね、両方開けとくとあれだから、向こうだけとか、うん、こっち開けると黒毛に直接、まあ、いろいろ調整しながら、うん、部屋の結構長いこと開けてたね。まあね、うん、でも25度以上あるからね、部屋の中もね、うん、
朝のベランダはめちゃ暑でした。日がいっぱいあったって暑かったです、うん、ジャン君気に入ったね。サイズがちょうどいいんだね。よかったね、ジャン君。そしてパンちゃんはなんか相手してほしいんだよ、ジャン君。一緒に入っちゃえ。そこの狭い隙間に入っちゃえ。ここにちょっと隙間ちっちゃくない？お座りしたら二人入れるかも。ポンちゃんはだってね、角とかでスリスリするのがいいのね。角好きさんだから。